どうも、岸井です。さあ皆さんね、この寒い冬をね、どうお過ごしでしょうか。練習場の方はね、しっかり空いてますんで、皆さんね、練習だけはしっかりとこなしておきましょう。まあ、僕も今ね、ちょっと練習してる内容っていうのが、まあ、リストを減らして、こう足のね動きでゆっくり打つと、これを今一生懸命実験的にやっています。どうしてもね、こう手首でこう早く打っちゃうと、早く上げちゃうとですね、パーンってね、ティーアップの上からの球をゆっくり打つことができないんですよ。なので、まあしっかりとね、足を使っていく。で、ちょっと浮いたな。やっぱ浮かないように振ることが大事です。しっかりと膝を芝生が枯れてたりとか、やっぱりこうシビアなね、地面の時もあるわけです。その時にやっぱりこう焦らずね、打てるかどうか、綺麗にね、乗ってないな、下から上なんですけどね、こういう感じです。結構集中力とかはね、いるんで、これがまあ下から打った時に、ね、これ逆にもう映像を見て本当にうまくいってるかっていうのはもう後確認みたいな感じになっちゃうんですね。だからまあ VTR とかね、練習場とかで撮ってる時はもう本当何やってるか分かんない時もあって、後からね、手首使っただの、肩が上がっちゃっただのっていうのが分かります。なのでやっぱ皆さんもね、こうやってビデオを撮りながら、ちょこちょこ確認しないと本当にできてるかどうかは分からないですね。ここはこういう感じですね。まあそれができると、まあ実際ね、しっかりとこの足を一歩出しながらゆっくり、結構打てるようになってるんですね。これも難しい。これがね、リズム感が分かんなくなるんですね。出して、まあ、この歩くように打つ打ち方を今は、練習中でございます。はい、それで、まあちょっとね、軌道、やっぱりこう外からやっぱ出てくる方、ね、結構多いんじゃないでしょうか。で、これを実際は、まあ、上げたラインよりは少し低いところから流れてくると。これがやっぱり、成立しないと、まあ、突き刺したり、左に引っ掛けたりっていうのが多くなってしまうんで、それをですね、まあ、自分でまあチェックする方法として、よくね、こう添えて添えてね、こうやってグラブを左で1本でもちろん添えてこうやってやるんですけど、結局は外からね、外から振ってしまうものになりがちなんで、この手もしね、こうクラブをこう少し寝かせて使いたいんであれば、上からでも、上からやるとなんかこう押し上げがなんかこう横になっちゃうんですけど、これをできるだけこの手をこう最初は手首をこう使わないレベルで上げる。で、ここまで来るとこの手は逆にここから動すのは難しいんで、押さえ込めばグラブは下の回転で回ってきます。まあ、これはね、
素振り等でこう持ち上げる、これを一緒に持ち上げる、引っ張る、持ち上げる、引っ張るって感じで、このラインからこのラインに肘の使い方ですよね。ここから上げたまま落とすわけにいかない、グッグッと肘を下向きに変えていけば自然な流れで打てると。まあ T なんかをね少し叩いてもいいでしょう。この動きをショットに、手を内側からこう上げるタイプですね。こうじゃなくて、でこう肘を、でそうですね、クラブがなくても多分こういう動きでギュッと引き込むと、なんか上から、これだと上から来てもね、分かんないんですけど、こっち側からこういう感じで押さえておく、ね、さあその軌道ができたらショットにね移っていけば、何か変わっているんではないでしょうか、ね、まあちょっとシャドウでするときには多分いいイメージになると思いますからね、ちゃんと引き込めるように。はい、練習してみてください。岸でした。